どうも皆様こんばんは。ママママ屋の実験室へようこそ。今日はね、科学実験なんかな。ちょっと待ってな。はい、やっていきましょう。今日は実験、ママママ屋の実験室、プロローグ、ゲームの名前、これゲームなんかな。ゲームというよりね、なんかシミュレーションみたいな、なんかオーパスマグナムというね、ゲームやっていきたいと思います。プロローグ、編成実験室のルール。かっこいいな。なんか神がかっこいいな。錬金術工学の修士レベルと教授以外は使用禁止。例外を認めるには総長の許可が必要です。総長。研究室内では錬金術学生許可証と紋章を常に携帯しましょう。研究室内への飲食物の持ち込みは禁止です。編成機関や関連する装置の上に座ったりもたれかかったりしないでください。みんなのために常に研究室をきれいにしておきましょう。あなたのことですよ、アンテウス。っていうね。まあ別に読まんでよかったな、これ。はい。レッスン1。概要情報。チュートリアルやね、これ。まあどんなゲームかちょっとやっていきましょう。まあ一応これね、終わってるんやけど。やっていこう。ポチッと。はい。まあ、こんな感じでね、実験室があるわけです。で、この実験室を使って、試薬、生成物、で、その材料とかいろいろあるんよ。それをね、作っていくんよね。なんか説明難しいわ、こういうゲーム。なんかファクトリオっぽいけど、なんか材料を使って何かを生成していくみたいな、そんな感じでしょうかね。これは試薬です。これね、エレメンタル、試薬、火ですね。で、これを使って生成物、これを作るんやな。実験用のバーナー燃料、生成物、この辺ちょっとね、ようわからんわ。ちょっと意味わからんわ。まあ、これを使って、こんな感じでね、作っていくわけです。まあ、要するに、ここがゴール。これがゴール、この生成物。こんな感じでね、作っていくわけです。で、何をするかっていうと、まあ、ここは要するにゴール、生成物のゴール。で、ここまで材料を持っていくために、この機械ね、これをね、プログラミングしていく、どういう動作をさせるかっていうのをね、書いてますね。パズルをクリアするには、すべての生成物を作りましょう。下のプレイボタンを押すと、編成機関が起動します。これが編成機関ですね。この編成機関を作っていく。そんなね、頭を使うパズルゲームですね。これがね、素晴らしく面白い。ってことでね、ちょっと先から、先方ばっかりやってるんですけどね。グリッパーが試薬の上に来るように回転と長さを設定して下のアームを配置します。これまあ、とりあえず動かすと、こんな感じでね、動いてくれるわけです。まあ、要するに、ここで材料を取って、そしてアームがこっちに運ぶ。これが生成物ね。エレメンタル塩。まあ、このエレメンタル塩って書いてるけど、まあ、この辺はあんまりちょっとややこしになるんでね。まあ、要するにここがゴールです。ここまで運ぶ。っていう一連の動作を作り上げるゲーム。ここでね。ここでプログラムしていくんよ。ピポットっていうのは、下にアームを配置します。次に試薬を取り出し、生成物の出力に移動させる命令を追加します。まあ、動かすと、こんな感じ。ちょっとさっきよりも、動きが複雑になってますね。今度はね、ピストン。このね、アームがね、伸びたり縮んだりするという、そういう装置もあります。これね。こんな感じ。いろんなね、材料があるんよ。これがトラックやね。まあ、コンベアみたいなもんですね。わかります?この感じ。このね、トラックも自由にね、自分の好きなところに配置することができる。こんな感じ。こんな感じでもいける。っていうね。そして次は編成ですね。ピストンアームと石灰化の象形文字を使用して、試薬、火の原子を生成物、塩の原子に変換して生成物出力に移動させます。ややこしいでしょ?何を言うとねんって話なんやけど、まあ、要するにね、これ、象形文字かなんか知らんけど、
ここの上を通すことによってこの原子を変換することができる。ややこしいけどな、まあ、要するにここ通ると変わるんよ。ほらこれね、わかる？これっていうね、ワンクッションを置くことによってゴールまで持っていくことができる、生成物まで持っていくことができるというね、そういうプログラム。2本のアームと結合の象形文字を使用して2つの塩の原子を結合させ、それらを生成物出力に移動させます。結合してからゴールまで持っていくというね、そういう一連の流れです。わかる？この2つの原子、これがね、ここの象形文字にはまることによって結合される。で、結合したやつを3番が持っていって生成物まで持っていくという、そういう流れですっていうね、感じのチュートリアルを今終わったとこで、最後は自分で作りなさいと。じゃあ今日はもうこれやっていきましょう。で、生成物はこの2つ、これを作れってことですね。これがゴールです。そして試薬、材料は2つ、これを使ってこの生成物を作りなさいというわけです。まあこれ何、これがね、水ね。水はもうこのままここに持っていけばいいだけやけど、こいつ、これを変換せなあかんわけです。変換を挟んでゴールまで持っていくというね、それをね、考えていくわけです。はい、ゴールはこの2つ、材料はこの2つ、そして何を使うかはあなた次第というね、そういうゲームです。じゃあまあちょこっとやっていきましょうかね。今日はもうこのチュートリアルだけで終わります。いつもね、 FPS ゲームのね、敵を銃でぶっ放すゲームばっかりやってね、ちょっと脳みそが縮んできてますからね、こういうゲームをやって脳をリフレッシュっていうのが必要やと思います。はい、どういう構造にするか、いろんな部品あるんやけど、この辺になるとね、かなり複雑やね。で、この辺もね、伸ばすことができる、縮めることができるっていうね、そんな感じです。で、まあこれ使っていきましょうかね。これはもう普通のアーム、固定のアーム、一応伸ばすこともできますけど、可変はできません。もうこれで固定っていうアームやね。で、これを持っていくために必要なのが、こことここに置こう。こう置きますか。こうですね。で、これで掴むことができる。で、掴んだやつをこっちまで持ってきて結合させる必要があるんで、結合の象形文字。象形文字ってどういうこと？これでいい？ここにしようか。違うな、こうやな。これです。で、プログラムするには、これが1番、これが2番ね。で、ここ1番、2番っていう風になってます。まず1番のこの試薬を掴む作業、掴まないとダメなんよ。で、掴む作業がこれ、グラブの命令。アーム上のすべてのグリッパーを閉じ、下にある原子を拾い集めます。これをまず配置する。2つともね、1番と2番。これで掴むんよ。掴んだでしょ？ OK。そして掴んだやつをこっちまで運ぶ必要がある。から、これはね、回転の命令やから、1番にこう向け。2番をこう向けね。これで掴んだ。OK。そしてここで結合したって感じですね。途中で変換を入れる必要がある。だからここに変換入れよう。これを変換せなあかんから、変換のグリフをここに置く。これでちょっと動かしてみますね。うん、わかった。ここで一応変換されるから、だから位置をもう一つ変換した後の動きが必要。こうね、OK。これで変換して、なおかつ結合することができた。という流れです。はい。で、もうあとはゴールやな。これはもういらん。あとはゴールまで運ぶだけやけど、このまま1連でいけるんかな。まあ別にアーム作りゃええだけの話なんやけど、アームをここに置こうか、じゃあ。ね。で、ここに取ったやつをこっちに持っていく。っていうね、単純な作業。掴んで、そして回転で終わりね。で終わり、フィニッシュ。3番はなし。これね、はい、
で、今の4番を3番にしました。これで動かすと、これ。OK。これで一応ね、一連の動作は OK なんよ。ただ、ここでね、くるっと回転させないと、ここに乗らない。わかりますか？これ。ここでね。こっちが飛び出ちゃうから、ここでね、くるっと回転させなあかんのよ。3番をね。ってことは、回転させる、命令があります。それがね、これ。ピポットの命令。アームに保持された原子を時計回りに60度、または全体の6分の1回転させますというね。この動作を足す必要がある。これを3番に足すんよ。これでいこう。これでどう？ OK。ああ、気持ちいいね。めっちゃ気持ちよくない？面白いでしょ？めちゃめちゃ面白いでしょ？うん。っていうね。そんな感じ。またね、いろいろできるんよ。これ、別パターンでもちょっとやってみる。もうちょっとシンプルにしよう。生成物、ここね。ここに置こうか。で、伸びるアーム、ここに置く。これでどう？これで伸ばすだけやん。ね。で、一発変換かまさなあかんから、ここに、あ、結合。ここに結合。入れて、そして変換器を、ここに置く。これだけでいけんじゃね？これでちょっとプログラムしましょうか。これを伸ばすだけ。だから、1番を、掴んで、で、伸ばす。伸ばすコマンドがこれね。拡張命令。ピストンアームの先端にあるグリッパーを伸ばします。これを、1、2、3つ伸ばす。ね。1、2、3つ伸ばす。こっちも、1、2、3つ伸ばす。これで、これだけで OK ちゃう？実は。これでどう？スタート。スタート。あ。1、2。ここで止まんのか。あ、伸ばす限界があんの？もしかして。そういうこと。伸ばす限界が、あ、そうかそうか。伸ばす限界がここまでなんや。だから、ここでマックス。やから、わかりました。これで一応、ここまでは行くんよな。OK。ここに置けばいいんよね。これでどうよ。で、スタート。いけた。OK、これで成功。あ、GIF 記録。そんなんできんの？GIF アニメーションをデスクトップ上に保存しましたやって。これ見れるんや。マジで。Twitter にでもアップしとくわ、じゃあ。うまくできるかどうかわかりません。これちょっとあんま使ったことないんでね。うまくできるかどうか。変換器一発置いて、で、このね、レーンの上を、このアームが動くというね、そういう仕組みです。で、ここで結合させて、これでいけんじゃん。これでちょっとじゃあ、プログラム組んでみますね。で、このレーン上を動かす命令がこれやな。移動の命令ホットキー G。トラック上のアームをトラックの正の方向に移動します。これをね、追加する。と？なるほどね。OK、OK。ってことは、もう簡単やな。こういうことですね。ほら、あ、簡単や。これシンプルでいいね。にゃーるほどね。めっちゃ面白くないこれ。ちょっとやばいでしょ。うん、で、他にもね、伸縮するアームとかね、その伸縮の感覚をプログラムしたりとか、もういろんなね、複雑なことができるみたいです。で、なんかさっきちょっと見たら、Steam のワークショップにも対応してるみたいなんで、おそらくユーザーモッドが出てくるんじゃないですかね。まあ結構地味なゲームですけれどもね。脳のトレーニング。ちょっと脳をリセットさせるための、何と言いましょうかね。ぼーっと一人でね、コツ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 やるのもいいかもしれません。はい。ってことでね、またたまーにやっていきたいと思います。いろいろとね、まだできることいっぱいあると思うんでね。
ポチポチ適当にやっていきたいと思いますので、まあ、お暇な人は見ていてください。ちょっと雑談交えながらね、やっていけたらいいなと思います。はい。ということで、今日はこの辺で終了したいと思います。マヤでした。